ってみよう魔法の言葉。ごちそうさま。作ってくれた人に感謝じゃ。ご飯を食べる前にはいただきます。ふう、おいしかった。じゃあ食べた後はなんて言う？ごちそうさまだよね。一生懸命心を込めてご飯を作ってくれた人にごちそうさまと言って感謝の気持ちを伝えよう。チャンネル登録はこちらじゃー。